あともう一つはこうお知らせというかお礼ですね。販売がスタートしましたビジネス YouTuber の学校オンラインがですね、たくさんの方に、ご購入いただきまして本当に嬉しい限りでございます。まあもちろんね、このオンライン講座はまだまだこれからも販売しておりますので、ビジネスで YouTube を活用したいという方はぜひぜひ鴨頭義人の公式ホームページの方からチェックしてみてください。YouTuber として広告収入を稼ぐのはなかなか難しい時代になりました。この後本編でもお話ししようと思っております。やっぱりね、供給が多すぎるっていうことですね。YouTube のチャンネルがめちゃめちゃ多くてですね、もうたくさん見なければいけないものが多くなってしまったので、全てを消化しきれないという。そんな状況になっているので、まあ再生回数でも YouTube をやるっていうのはやめた方がいいと思います。ただね、ビジネスに活用するっていう意味では、まだまだあなたのファンになっていただく方を、まあ一人でも、そのたくさんじゃなくていいですからね、増やしたり、あとは採用ですね。この人と一緒に働きたいっていうね、そういう人数って1年間に数人とかだと思うので十分だと思います。まだまだ YouTube にはビジネスで活用する方法はたくさんありますので、学びたいという方はぜひ鴨頭義人の公式ホームページからチェックしてみてください。さて、こっからが本題でございます。あなたはこのボイシーや YouTube や、いろいろな動画、倍速再生していませんか？という質問でございます。今まさにこのボイシー、1倍速で聞いてるのか、1.2 倍速か、1.5 倍速か、はたまた2倍速かっていう質問なんですよ。これある調査では、20歳から69歳の男女、なんとおよそ3人に1人が倍速視聴しているというデータがございます。この倍速視聴をやるようになった理由って何なのかと。まあ、倍速視聴の人非常に多いです。かくいう鴨頭義人、ボイシーを常に 1.5 倍速で聞いていた犯人でございます。で、この倍速視聴が多くなった理由っていうのを分析されている方がいらっしゃいまして、その理由は3つあるというふうに言っていて、ああ、確かにと思ったので紹介します。倍速視聴が多くなった理由3つのうちの1つ目。映像作品や音声の供給方。ね、さっきもちょっと YouTube のところで言いましたが、もうね、動画とかめちゃくちゃ多いわけですよね。例えば、Netflix ってもう何万本もの映画やドラマがあります。Amazon プライムもそうです。Hulu もそうです。月額課金たった数千円で何万本何十万本の動画が見れます。 YouTube に至ってはもう何百万本と動画があります。過去のも含めたら何百万本じゃ済まないのかな。ものすごい数の動画が溢れております。日本においては音声メディアはまだまだ数が少ないのですが、それでもね、例えば皆さんがボイシーを聞くときに僕のボイシーだけ聞いてるっていう人あんまいないと思うんですね。他のボイシーパーソナリティさんのも聞いているので何本も聞かなければいけないと。例えば朝ね、通勤途中に聞くという習慣がある人に関しては、まあ大体10分から15分ぐらいの放送が多いかもしれませんが、まあ通勤の途中で30分で聞こうと思ったら2人分しか聞けないんですよね。でも倍速再生を使えば、まあ極端に言うと 2.0 倍速であれば4本までいけるって考えると倍速再生しちゃうという傾向にあるのではないでしょうか。まあ2つ目の理由はですね、実はこれ供給側もですね、配信の内容を変えてるんですよ。どういうことかというと、動画で言えばセリフで全てを説明するようになったっていうことです。ちょっとこれは意味がわかんないと思うんで、具体例で言うと、例えば、鬼滅の刃とか、テレビアニメの時には、かまど炭治郎主人公が雪の中を走りながらなんて言ってるか。息が苦しい。凍てついた空気で肺が痛い。って説明しながら走ってるんですよ。これ、普通は動画であれば、口で説明しなくてもわかるじゃないですか。でも、炭治郎が雪の中を走りながら言うんですよ。息が苦しい。凍てついた空気で肺が痛いって。で、その後バーンってね、崖から落下するんですよ。雪の中で。その時なんていうか、助かった。雪で。って言うんですよ。これって見てればわかるんですけど、全部テロップで出るようになっています。なので、倍速再生してもストーリーがわかるようになっている。これも倍速再生が増えた理由と言われます。そして3つ目。これはね、この3つ目がね、もう全てを包括しています。これは、コスパを求めるようになった。要は倍速視聴をするとですね、時間あたりのパフォーマンスが上がる。まあ、これ、タイムパフォーマンスのことを略して、タイパって呼んだりするそうなんですけど、タイムパフォーマンスを上げたい。まあ今は膨大なね、量の動画や音声があるので、それをできるだけ外れをつかまされた経験もいっぱいあるので、できるだけ短い時間で良質な自分に必要な情報を得たいと。とにかく無駄を省きたい。これが現代人の、まあ、もうなんか求めているものっていう風になったということです。まあ特にね、大学生とか若い世代の人は、趣味とか娯楽をやっていても、何かものにしたいという願望が強い。でも、それでも効率を求める。ということで、まあこれ実際に僕のね、娘のいちかなんかは、YouTube を見ながらゲームをしています。まあそれができる能力すごいなって思いながら見てたんですけど、これ、やっぱりタイムパフォーマンスを上げてるっていうことだと思います。ゲームしながら YouTube 見て YouTube の内容わかるのって言うと、大体わかる。大体でいいんですよね。で、このことを少し倍速再生をしてる僕も含めて厳しく言うと、作品を味わっているのではなく、コンテンツを消費している。これが現代人の特徴と言えるのではないかっていうことなんですよね。どうでしょうか？今、ボイシーを倍速再生している方はですね、あれ？やばってちょっと思ったかもしれません。これ別に悪いこととは限らないんですけど、コンテンツを味わうことはもう手放してしまってると言えます。でね、これは別に問題提起会なので、これが正解ですよとか、こうするべきですよとか、こうした方がこんなメリットがあるっていう提案は僕からはない。ある。一回倍速再生やめてみませんかぐらいですね。で、それが本当にいいのか、自分の求めているものに合ってるかどうかは、ちょっと考えて決めてもらったらいいんじゃないかなっていうふうに思います。実は僕最近、ボイシーは倍速再生をやめてみてるんですよ。例えば、僕は大好きな西野昭弘さんの放送をですね、まあ今までは 1.5 倍速で聞いて情報をゲットするっていう風にしてたんですが、倍速再生やめてみると、やっぱり西野さんの声、めちゃくちゃいい声なんですよ。もう惚れ惚れします。おじさんでも惚れ惚れするんですよ。これもう女子なんか絶対味わった方がいいじゃないですか。そんな風にですね、自分の好きなパーソナリティとかね、自分の好きな動画配信者のものだけでもね、せめて倍速再生をやめてみるっていうのをやってみると、その人の持っている音というものを味わうことができると思います。まあもちろんね、この放送は情報を得るためだけと割り切っている時に倍速再生使うのはありなんじゃないかなって僕は思ってますが、この人は大好きと思って聞いてる放送は倍速再生をやめてみる、味わってみる、丁寧度をおすすめいたします。ということで、今日という一日が皆さんにとって最高に味わい深い一日になりますように。せーの、いいねー。僕もイケボ使ってみようかな。さあ、どうだったでしょうか？倍速再生一回やめてみませんかという放送でしたが、まあ僕もね、今実験中でございますが、やっぱり丁寧に味わうってやると、やっぱり一日のね、濃度、濃密度、濃さが変わるっていうのを実感しているので、ぜひぜひね、倍速再生に慣れてしまったあなたこそ、標準速度で味わうっていうのを試してみてください。最後にお知らせでございます。プレミアムリスナー、本日17時公開でございますが、聞かないでほしい。今回のプレミアムリスナー聞かないでほしい。これうちの社員が、編集してくれたんですけれども、東京鴨頭ランドの社員ミーティングを、漏らしちゃう回になっておりますが、マジで聞かないでほしい。まあ、最初の前半とか中盤はいいんですよ。もううちの社員がものすごく成長している姿とか、むちゃくちゃ、まあ、仲間をね、承認している美しい内容なんですよ。でも最後の2つのチャプター、聞かないでほしい。思いっきり黒鴨頭が出ている。今回のプレミアムリスナーは聞かないでくださいという告知でございました。聞かないで。